今このチャッピーさんは何してるかというと、お母さん、お母さんがお出かけ中なので、まだ帰ってこないかなと思って窓を見てるわけです。これいつもどっちかがお出かけするとこうやって窓でね、窓からまだかなと思ったんです。今日も最後にね、ちょっと秋の、まあ今日はまだ8月22日ですが、そろそろこの信州のここもね、葉っぱが落ちたりしてね、秋っぽく多少なってきました。ということで今日もね、長野県小諸市からお伝えしています。最後にね、一曲吹きますが、このね、山の中なんですね、これ浅間山のふもとので、もう夜になったら街灯とかもちろん何もないし、隣の家も結構離れてるんでね、もう真っ暗なのね。この間熊出た話しましたが、熊以外にもね、ハクビシンっていうね、あの猫かなんかな、もう僕も見ましたね。こうなんか食べ物あさったりねしてるみたいですね。それでこう何にもないとこなんですね。コンビニももちろんないし、何の店ももちろん山の中からないわけでね。だからなんかちょっと食べに行こうかな思ってもね、まああんまりないわけですよ。でまあでもね、最近ちょっとね、こう林みたいな中にね、こう都会から来たその脱サラっていうのかな、の人がね、あのイタリアの店開いとか開いたりとかね、ちょこちょこそういうのができ始めててね。で、昨日ね、まあこれはもう昔からある店なんですがね、長野オリンピックってありましたよね。あの年にできた、お店がね、ここより山をずっと下っていってね、片道20分ぐらいかなかかるところに、ハンバーグとかね、パスタの店があってね、ノルウェイの森っていうんですよ。ノルウェイの森っていう村上春樹の小説でしたよね。映画化もされたかな、その小説に関係あるかどうかわかりませんがね、僕らぐらいの年代かな、の男の人がね、一人でやったんですよ。だからお客さんいつも一人か二人ぐらいしか同時にはね、こう扱えないという感じでね、めっちゃ美味しいんです。ハンバーグ、それからね、オニオングラタンのスープとかね、なかなかね、僕今まで食べたハンバーグの中でこれ一番美味しいです、ね。この辺からの軽井沢に行く車が3台に浅間やったかな、なんかそういう道があってね、ほとんど車しか通れない道なんですが、その道沿いにあってね、だから大概みんな車でね、行かはんやけど、僕ぐらいですよ。歩いて20分も山下りながら行くってね。でもね、行く値打ちがあるお店です。ね、で、行きしな20分いいのはいいんやけどね、帰りはね、なぜか25分かかるんですよ。なぜかというと、行きはずっと下り、帰りはずっと上る。美味しいもん食べて、さあゆっくり休もうかなと思ったら25分間上りが待ってるんですよ。何のために美味しいもんで何ていうの、栄養つけて、カロリーも満タンにお腹に蓄えたのにね、それを消費しちゃうという非常に悲しい状態ですね。ということでね、こういうところにもそういうね、珍しい店がちょっとねできてきてるというお話です。じゃあ今日はこの格好でオカリナが吹けるか、里の秋。
てまだお母さん帰ってくるまで2時間ぐらいあるけど。